エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、車の話の続きでございます。というのもですね、この間試乗してきたスペーシアギアなんですけど、いや車的には本当に良かったです。軽なのにあの大きさ、そして安全面を見てもいろんなのがついてまして、いやーすごかったですね。まあ値段がやっぱりドーンと高かったので、まあしょうがねえななんて思ってたんですけど、そこでちょっと問題が発生しまして、月々の支払いが3万ぐらいかかるんですね。3万のですね、7年ぐらいなんですよ。じゃないと買えない金額でした。なのでもうどうしようかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいかなと思いまして、今回は断念しました。まあそういうことで、スペーシアギアだけしか頭になかったので、他のっていう選択肢はなく、あ、じゃあもう軽なら何でもいいかっていう感じになりまして、値段もちょっと落とすだけ落として、なんだろう、少し余裕が出るまでちょっとつなぎっていうと、またそれはそれで言い方が悪いんですけど、1台ちょっと乗ろうかなと思います。いつもの車屋さんに今からちょっと行こうと思うので、行ってちょっと話をしていきたいと思います。はい、今帰ってきました。あそこにもう置いてある車で決めようかと思ってたので、そしたら2台ぐらい車屋さんに置いてあって、ダイハツのムーブと日産のモコがありまして、どっちがいいかなと思ったんですけど、ちょっと日産のモコにしてみようかななんて思いながら行ったんですね。連絡自体はもう昨日のうちにしてたので、用意はしてもらったんですけど、まあ、その後ムーブの方も見て、結局悩むだけ悩んで、でまあ他の選択肢もちょっと出してもらったんですけど、まあもうその2台でのどっちかでっていうことで決めまして、最終的にダイハツのムーブにしました。ということで、ちょっと全然車があんだけスペーシアギアなんて言ってたのに、蓋開けてみたらまあそういうことになりまして、まあ今回は縁がなかったということでしょうがないかなと思います。今年はいろいろと遠出もしようと考えてますので、正直このブレイザーだと厳しいかなと。だからといって友達の車に乗せてってもらうのもどうかなと思いまして、とりあえずまた動きがあれば動画にしたいと思います。それでは今回はここまでです。俺にかかってこい。